ヘラトリ神社は、岡山県倉敷市津良島の太平山中腹に鎮座する神社。旧社格は無格社。回廊ヘラトリ神社は、水島地域西部の津良島町太平山の中原にある神社である。創建年代は不詳であるが、津良島は奈良時代には虎の里と称し、人神の乱の頃に神官が神社のあった場所から南に広がる瀬戸内海を眺めていたとき、 海面にヘラの神門が現れたことからヘラトリ大権限と称したと言われている。江戸時代初期までは、津良島は瀬戸内海に浮かぶことで、都から九州の太財府を結ぶ回路で重要な位置を占めていたことにより海にまつわる伝承が多い。また、良島港が内陸の集産地として発展すると、津良島港を利用する海運業者たちから海上安全の守り神として、 数形を受けて、宝暦の頃には、津良島の総鎮守として、信仰を集めた。広い境内の左右に巡らされた長い回廊に今でも、王子の繁栄を見ることができる。なお、当社は、数形神社につきうじ子を持たない。周辺には桜、カエデ、ツ,ツ,ツジが数百本植栽され、四季の変化が楽しめ、絵馬伝からの眺めは、手前から西の裏の旧市街、 水島市街と水島臨海工業地帯、遠方に、水島灘と高橋川が望める観光地ともなっている。古くから、地域一体の海の守り神として崇められてきたほか、紳士75社建属は金によけ、東南よけの神として祀られており、毎年1月6日の寒入りの日に参詣すれば1年間家事東南に合わないと伝えられている。ありがとうございます。